エリシャ・グレーブス・オーティス1861年のオーティスのエレベーター特許。エリシャ・グレーブス・オーティスはアメリカの発明家、起業家、エライシャ・オーティスともエレベーターの落下防止装置を発明し、オーティス・エレベーター・カンパニーを創業したバーモント州ハリファックスの近くで生まれる。19歳で家を出、ニューヨーク州トロイで5年を過ごした。1852年。 逆転止め派型による落下防止装置を発明し、1853年のニューヨーク万国博覧会で発表した。オーチスが来場客の面前で釣り上げたエレベーターの綱を切って見せると、エレベーターは数インチ落下しただけで止まった。この発明により、エレベーターは初めて実用的なものになった。同年、オーチスエレベーターカンパニーを創業し、 エレベーターの販売を始めた。最初のオーチス製乗客用エレベーターは、1857年、ニューヨークで設置された。オーチスの死後の1867年、二人の息子、チャールズとノートンは、彼の遺産で、オーチスブラザーズカンパニーを創設した。オーチスの発明は、エレベーターを信頼できるものにし、摩天楼を可能にした。オーチスエレベーターカンパニーは、今では、 世界最大のエレベーター会社であり、ユナイテッドテクノロジーズの一部門である。オーティスは映画、ニューヨークの恋人で、19世紀からタイムトラベルしてきてケイトと恋に落ちるエレベーターの発明者、レオポルドのモデルである。なお映画では、彼の羊の名がオーティスである。ありがとうございます。